君こそアスリート。今回は郡山商業高校女子バスケットボール部、県高校バスケットボール選手権大会で優勝し真の日本一を決める全国大会、通称ウインターカップに出場します。そんなチームをまとめるのがキャプテンの佐藤茜選手です。キャプテンなので勝負どころのシュートをしっかり決めきれるようにスリーポイントで貢献したいと思ってます。チームの平均身長は168センチ。もう全国的にはもう外国人留学生がどのチームにもいますので、190センチぐらいの選手いるチームと戦わなければいけないこともありますので、高さに対するチームディフェンスっていうのを練習しています。うまくいかない時とかに自分たちを見失わないでしっかりプレーすることと、シュートの後のリバウンドをしっかり全員が入って自分たちの攻撃回数を増やすことがやっぱり課題だと思っています。生田目選手は日本代表として戦った経験があります。私の持ち味はドライブなので、ドライブで敵陣を切っていってシュートを決める、もしくは寄ってきたらパスを出していいシュートを気持ちよく打たせてあげるっていうことを頑張っていきたいと思います。は女子日本代表のアシスタントコーチを務めた松本監督がナショナルチームの練習を参考に今年の夏から取り入れました。その日の練習でミスしちゃった時とかそのままにしないでしっかりビデオで見て反省して次の練習に生かせるところがいい点だなと思います。問題点をチームで共有しすぐに修正することがチームの成長につながっています。相手よりも走って粘り強く守って勲章のバスケットボールを見せつけられるように頑張りたいと思います。全国ベスト8